皆さん、こんにちは、こんばんは、武田総理です。今日も一緒に美しい漢字を書いていきましょう。今日のテーマは民ですね。まあ、この文字のポイントっていろいろあるんですが、やはりこう目辺であったり、この民の横線を長くしすぎないことだったりします。むやみやたらに横線を長くしてしまうと子供っぽい印象になりますからね。まあ、そのあたりを細かく手元で解説していきます。最後にはアートも解説していますので、ごゆっくり最後までご覧ください。まだチャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録をしていただけるととっても嬉しいです。さあ、今日もね、双葉書道会のマス目押しを使って眠いを解説していきます。さあ、まずはこちらをご覧ください。この赤い線が主役の線、主角なんですよね。この主役の線をいかに右に長く見せつけるかっていうのが美しい文字のポイントになるんですね。その主角を長く見せつけるためには、他の横線や他の余白を狭くする必要があるんですね。さあ、見ていきましょう。左側がダメなパターンで、右側は正しいパターンですね。こちら側はすごいスマートな感じに見えるんですが、これ見てください。この主角を長く見せたいはずなのに、この辺りの横線が長くなってしまうとなんだかダサくなってしまいますよね。それにこの字って、この羽根付きの縦線とこの主角の間に余白広いですよね。ここをね、狭くしてあげると、さらにこの主角は右方向に長く美しく見えてくれるんですね。さあ、細かく解説していきます。この目辺なんですが、ものすごくスレンダーで縦長でしょう。そしてね、真ん中の横線をこういう風に短く短く、そしてこれをね、右上に払うとね、綺麗になるんですよ。この辺りにちょっとね、線ひっつけずに余白を与えると、すごい大人っぽい印象になるんですね。さあ、実際に書いていきましょう。縦線に対してこの横線めちゃくちゃ短いですよね。そしてこの横線、この横線短い。そして右上に払っていく。主角を強調させるために、この辺りの横線ってあんまり長くできないんですよね。さあ、ここですね、この横線も短くしないといけない。ここがね、左に寄せることによって、この主角は右方向に長く見えてくれるんですよね。さあ、続いて筆ペンで解説していきます。この羽の部分なんですが、筆ペンってこの穂先がすごい硬いものだから、普通に書くとこういう風にバサってなってしまいますよね。まあ、太くなってしまうから、跳ねる前に少し持ち上げてから小さくピンとしないと雑な印象になってしまうんですよね。さあ、実際に書いていきましょう。筆ペンって、筆ペンをしっかりね、垂直に突き立てます。おっと、隠れてましたね。ちょっと右に傾けて、本当はね、もっと垂直がいいんだけど、画角的にね、かぶっちゃうから、本当は垂直が突き刺すようにして書けるから美しくなります。さあ、横線が細くて縦線が太いですよね。うん、これね、角っぽく書くと綺麗になるんですよね。これはね、最初太めなんだけど、最初細いです。そして徐々に太くしていって、まあ、先ほども言いましたけど、跳ねる前って必ず持ち上げて細くしてからピンとしないと、なんかね、雑な印象になってしまうんですね。さあ、続いて大筆で解説していきます。さあ、おさらいしながら書いていきましょう。ちなみにね、今ものすごく私本当に眠いですこのね、手元撮影って今ね、深夜に撮影しているんですけど、私ね、早寝早起きだから、眠いでも眠くてもね、こうやって解説するの好きだから一生懸命解説していきます。まあ、やはり目はね、すごくスレンダーですよね。さあ、この横線そんなにやっぱり長くないんですね。さあ、これね、コツは太い細い太い、まあ、一画の中でこういうふうに太さ変えられるようにすると雰囲気が出やすくなるんですよね。これも太い細い太い、羽はね、基本的に大人っぽくしたければ小さく短くするのがおすすめです。で、この主角の書き方なんですが、筆を最初十字方向斜めに入れて、筆が進行方向に対して逆側に向きます。細くなって徐々に太くなるんですが、まあ、進行方向に対してずっと筆がこういう風に逆側に向いていましたね。さあ、ここでなってはいけないのが、半紙には摩擦があるから、穂先って左にぐるーっと回転してしまって、筆の根元の方を先行して払ってしまうと、こうやってバサバサになってしまうんですね。開いた筆のこうやって面で跳ねようとするから、開いてしまうのは止められないんで、コツとしては筆が開かないように指で右にひねりながら、開いていく筆の右側面をこうやって跳ね先に向けるようにすると、かっこよく書けるようになるんですね。開いた筆のこの面で跳ねるんじゃなくて、右側面を使って引っかくようにして書くんですね。これがね、結構難しいんですよね。さあ、続いて行書です。やっぱりこういう眠い時はね、この曲線の方が書きやすいかな。なんか楷書ってこう気が張った時の方が書きやすいんだけど、
こうふわふわかける行書の方が今の気分に合ってますね。まあ、あの直線的でなく字が曲線になり、曲がり角とか丸くなります。横線の斜め上がりもこういう風にバラバラになるんですね。そして羽とか払いもね、なんかねあんまり綺麗に跳ねない感じなんですよね。中途半端に跳ね終えるイメージですね。さあここまでが美文字でした。ここからがお遊びタイムです。さあ私今ねちょうど眠いんで眠さをね表現しましょう。あー眠い。だいたいねテンションが低い感じをね表現するのはね、横線をこうやって右下に斜めにね傾けるとね眠い感じになるんですよ。さあこの野原社の書体辞典を使って民ちょっと解説ってかあの見ていきましょう。解説ではないね、ちょっとすいません、何言ってるか分かんなくなってきた。まあ、眠そうなのっていっぱいありますね。やっぱりこの目辺って目ですね。もうこれとか完全に寝てる様子を表しているんでしょうね。これもまあまあ眠そうですね。この感じ良くないですか。これ使って書いています。良寛さんですね。良寛ってね結構実は人気があるんですよ。なんかふざけたように書いてるんだけど結構ね調べてみると面白いんですよ。この細い線の中にもね太い細いがあるし、しっかりねこの余白にね粗密があるんですよね。わかるかな。広い狭いもっと広いここスカスカみたいな、で辺と作りに高さがあったり、横線の斜め上がりが絶妙にバラバラになったり、字がね傾いたり、こっちまっすぐなんだけどこっち傾いたりしてますね。意外とね良寛って研究するとね面白かったりするんですよね。しかし眠そうですね。さあ今日はねスプレーを使ってなんだろうな、私結構ね自然好きなんですよ。まあ登山したりとかそういったところで横になってちょっと隷書使って字書いて、ちょっとポカポカな陽気で寝てる様子を表したいということで、やっぱり空は水色。そして下は草原ですね。で太陽は黄色、それに赤を混ぜれば太陽感出るかな。よいしょ。まあ今日はね抽象画っぽくしてみましたけれども、案外ね私今本当に眠いんでいいアート作品ができたんじゃないかな。ちなみにねこの毎日のように描いているスプレーアート作品はね、今度の東京芸術劇場っていうところで展覧会を行うんですよね。まあ、6月の2日ぐらいから始まる、まあ、10日ぐらい、1週間ぐらいやるんですけども、まあ、ぜひ皆さんには来ていただきたいんですが、そちらでねこれ飾ろうと思っていますので、ぜひ皆さん足を運んでみてくださいね。今回以上となります。ありがとうございました。さあいかがだったでしょうか。みんまあ、この文字はねアートとしても表現しやすかった意味の通る漢字ってちょっと説明するときやはりテンション上がりますね。まあ、あんまり、意味がない字をアートで表現するのはさすがに難しいんですが、まあ、私はねもう文字を書くこと自体が好きなんで、まあ、楽しくないことはないですね。で眠るといえば、まあ、私はね毎日だいたい12時に寝て6時ぐらいに起きる生活をしてるんですが、6時間寝ても私にとっては睡眠時間が足りないんですよ。これね、まあ一日中ちょっと働くっていうのもあるんですが、朝6時に起きて、まあ、そこから筋トレをしてジョギングをしてこういった撮影をして、そこから教室業をやったり、まあ、書道会の運営をしている毎日なんですね。でやはりねどうしても眠くなるので、お昼の2時から2時15分から2時20分まで必ず睡眠取るようにしてるんですよ。もうこうするとねもうその後の仕事がはかどるんですよ。まあなんか時間がもったいない気はするんですけど、私にとってはね昼寝って欠かせないんですよね。多分ね皆さん昼寝をされてらっしゃる方もいると思うんですが、5分とか10分でも大きく変わるんで、ちょっと取り入れてみるといいかもしれません。改めましてこのチャンネルではペン字筆ペン大筆楷書行書アート全てのシーンで使える動画作りをしています。ぜひねチャンネル登録とグッドボタンを押していただけるととっても嬉しいです。概要欄にインスタグラムの URL を貼っておきましたので、そちらもご覧いただけるととっても嬉しいです。皆さんもしかしたら眠い中見ていただいたかもしれません。最後までご覧いただき本当にありがとうございます。これからも何卒よろしくお願いします。バイバイ。